皆さんこんにちは、ペソでございます。ネチプレイ系2003やっていきましょう。まずはいつものね、登録とましょう。ベイスターズお二人、土井さんと川原さんが登録、マッショーが両外国人、ホルトさんとホワイトサイドさんですね。で、黒田さん2日で、スワローズのお二人はもう今日で開けますね。辰巳さんは1ヶ月と1週間で、マッショーになった二人は両者とも肘を痛めたということでですね、10日以上の怪我ということでのマッショー。中島さんはあと4日になりましたね。故障者が本当にベイスターズね、多い印象ですよね。で、今日は100試合目ですね、タイガースは甲子園球場でドラゴンズとのナイトゲーム。先発ピッチャー井川さん、広沢さん、今日はロックなしで5番、野口さんも出たがってるけど、ヤンさんもまあ調子いいですからね。ドラゴンズは川崎さんの先発です。甲子園球場でのナイトゲーム、この試合が終わりました。タイガースは恒例のロードに旅立ちます。本日の試合は阪神中日22回戦。先発の井川さん、今シーズン20試合目の登板となります。さあ現在19連勝中です。20勝の大台到達するかどうか。トップバッター井端さん、初球空振りしました。真ん中低めのストレート、2球目、アウトコースまっすぐ、高めの球、空振り、ツーストライク。さあ井端さん2球で追い込みました。ここでインローへのカーブを引っ掛けた、セカンドゴロ、ワンアウト。2番荒木さん、初球インハイ、チェンジアップを見逃してワンストライク。2球目、インローまっすぐ、詰まった当たり、ピッチャーゴロ、ツーアウト。3番に谷繁さん、初球アウトコース見逃してワンストライク。2球目、真ん中低めを捉えた、快音を残したが、これはヒット伸びない。金本さん追いついた、レフトフライ、スリーアウト。初回のドラゴンズは三者凡退です。ドラゴンズは川崎さんの先発です。トバタ今川さん、初球打ち、左中間への当たり、落ちました、ヒット。今岡さんツーベース、ノーアウト二塁。バットボックスは2番、赤星さん、初球打ち、スライダー、これは打ちに行ってファウルボール。ショートの頭の上を越えていきました、ライトへのヒット。あ、ショートじゃないね、セカンドだよね、ごめんなさい。言ってることがぐちゃぐちゃやね。さあ猫ち、赤星さん走った、初球はスライダー、見逃しました、ワンストライク。2球目、これもスライダー、今度は外れてボール、ワインドワン。ここで真ん中高め、シュートを投げてきました、ファウルボール。猫ちゃん追い込まれる、セカンドの横を打球が抜けていきました、ライト前ヒット、猫ちゃんタイムリー、タイガースが先制。三塁ランナー今川さんがホームインしました。そしてバッターボックス4番の浜ちゃん、初球真ん中へのストレート、見逃してる間に猫ちゃん盗塁成功、ノーアウト二塁三塁、カウントはワンストライク。浜ちゃんの打球はセンターへ伸びる、バックスクリーンに持っていった、122号スリーラン。真ん中へ来たスライダー見逃しませんでした、川崎さんの失投。浜ちゃんのどでかい一発が飛び出しました。さらに3点追加、4対0。そしてバッターボックス広沢さんです。初球インローへのまっすぐ、際どいところ外れてボール。2球目フォークボール、これも外してきました。フォークボールを広沢さんは打ち損じた、これはセカンドゴロ、ワンアウト。
バッターボックス6番金本さん。初球打ちスライダー、これを打ち損じてファウルボール。さあフォークを捉えてギリギリ入った。82号、真ん中低めのフォークボールを捉えましてのライトスタンドへのホームラン。タイガースここで5点目が入ります。川崎さんノックアウト。リリーフピッチャー小笠原さん16試合目の登板です。5勝3敗、防御率は 3.49 です。バッターボックスはアリアスさん。初球打ちフォークボールを捉えてアリアスさんも続いた。48号、真ん中低めのフォークボール、ドンピシャのタイミングでレフトスタンド中段に持っていきました。タイガースに6点目が入ります。そしてバッターボックスは矢野さん。初球アウトコースへのまっすぐ、ボール球を空振り、ワンストライク。2球目カーブ、これは低い弾道、ファールボール。さあ矢野さんは追い込まれました。ここでインハイ当たった、デッドボール。ワンアウト一塁。井川さんはスライダー、これは打ち上げてレフト福留さん追いつきます。ツーアウト。トップに戻って今岡さん、第1打席は左中間へのツーベース。初球のスライダー見逃してボール。高めのまっすぐ、これは空振り。ワインドワン。今岡さんはここはレフトへのヒット。ツーアウト一塁二塁。バッターボックスは赤星さん。初球はアウトロー、まっすぐを空振り。赤星さんはここは詰まらせました。サードゴロ、スリーアウト。初回タイガースは6点の先制、先発ピッチャー川崎さんをノックアウトしております。さあドラゴンズは4番の福留さんです。2回の表の攻撃。初球インハイ、まっすぐ高めいっぱいいっぱい決まってワンストライク。2球目アウトコース高め、チェンジアップ、これはタイミング外されました。打ち上げてセカンドフライ、ワンアウト。さあバッターボックスは5番のクルーズさん。初球打ち二遊間抜けた。決して当たりはよくありませんでしたけども、センター前ヒット。ワンアウト一塁。バッターボックスは井上さん。インローまっすぐ見逃してツーストライクです。さあ井上さんを追い込みました。ここでカーブ、空振り三振、ツーアウト。さあバッターボックスは関川さんです。初球これは見逃しました。カーブが決まってワンストライク。2球目高めのまっすぐ、これも見逃します、ツーストライク。ボール球引っ掛ける、セカンドゴロ、スリーアウト。2回の表ドラゴンズ、クルーズさんのヒットが生かせません、無得点です。バッターボックスは猫ちゃん、第1打席はライトへのヒット。初球打ち三遊間、これはショート飛びついたが猫ちゃんの足にはかないません。内野安打、ノーアウト一塁。
バッターボックス浜ちゃん初球打ち、これはレフトの頭上を越えていった、123号ツーラン。初球インドへ来たスライダー、詰まりながらもレフトスタンド最前列に飛び込みました。2点追加、8対0。そしてバッターボックス広沢さん、第1打席はセカンドゴロ、初球アウトコースへのスライダー外れてボール。わあ、まっすぐ際どいところ外れました。インコースまっすぐ、これも外れて3ボール。さあここで何を投げる、スライダーか。スライダー来た、左中間へ伸びる、落ちました、ヒット。さあ打った広沢さんは二塁へ、ツーベース。余裕のスタンディングダブルでした。ノーアウト二塁。金松さん初球打ち、レフトポール際、これは切れていきました、ファールボール。2球目真ん中低めストレート、これは空振り、ツーストライク。捉えた当たりはライトスタンドへ、83号ツーラン。インローへのスライダーでした、これをドンピシャのタイミングで振り抜いてライトスタンド中段に刺さりました。2点追加、10対0。小笠原さんもノックアウト。3番手ピッチャーショーツさんです。42試合目の登板となります。ショーツさん3勝を挙げておりますが防御率は 10.41。 バッターボックスはホームランを放っているアリアさん。初球はボールになるスライダー、2球目真ん中に来たスライダー、これは捉え損ないました、ファールボール。流し打ち、これもライト線切れました、ファールボール。さあ有吉さん追い込まれました。打ち上げた当たりセンター関川さん取りました、ワンアウト。バッターボックスは矢野さん、第1打席はデッドボール。シンカーインロー外れました、ツーボール。またシンカー外れてスリーボール。ショットさんストライクが入りません。ここで高めのまっすぐ、ワンストライク。スライダーを捉え損なって、これは一塁がスタンドファールボール、スリーツー、フルカウントとなりました。外れました、フォアボール。矢野さん歩いてワンアウト一塁。バッターボックスは井川さん。初球打ち、アウトコースのスライダー、これはファール。詰まった当たりセカンドゴロでツーアウト。トップに戻って今川さん、今日はヒット2本。初球インローへのまっすぐ、空振りへワンストライク。2球目はストレート、アウトコース外れてボール。シンカーをうまく捉えてライト線のヒット、ヤンさんホームイン、今岡さんタイムリーツーベース、タイガース11点目。バッターボックスは赤星さんです。初球打ち、これは詰まらせた、セカンドゴロでスリーアウト。2回の裏タイガースは5点追加、早くも2桁得点、11対0となっております。さあバッターボックスは渡辺さん、
初球のチェンジアップを打って、これはレフトの前ポトリと落ちました。ヒットノーアウト一塁。バッターボックスピッチャーの小笠原、あ、ショートさん、ショートさん初球打ち、これはショート猫ちゃんが追いかけて取りました。ファースト送球戻ります。ワンアウト、トップに戻って井松さん引っ掛けた当たり、セカンドアウト、ファーストはセーフ。ダブルプレーとはなりませんでした。ツーアウトランナー一塁、入れ替わりました。一塁ランナーは井端さん、インドを詰まらせた、これはショートへのゴロ、スリーアウト。3回の表ドラゴンズ、またもやヒットでランナー出しましたが、この回も無得点です。さあバッターボックスは猫ちゃん、今日はシングル2本。初球はインローへのシンカー、外れてボール。2球目スライダー、これも低め。セカンドの頭上を越えていきました。宇宙界のヒット、猫ちゃん3安打猛打賞。さあバッターボックスは浜ちゃん、猫ちゃん初球走りました、盗塁成功、ノーアウト2塁。ストレートを打ちに行ってファールボール、浜ちゃん追い込まれた。ここでシンカー、インドを外します。ワンボールツーストライク、これもスライダー低め外れてボール、2エンド2。ハマちゃんの打球はセカンドの横を抜けていく、猫ちゃんホームイン、12点目。ハマちゃんのタイムリー、ライト前ヒット。そしてバッターボックス広沢さん、先ほどは左中間のツーベース。初球スライダー、これは空振り、ワンストライク。今度もスライダー打ちに行ってファールボール。あー、広沢さんはダブルプレーとなってしまいました。ツーアウト、そして今日ツーホーマー金本さん、レフトへ流す大きな当たり、金本さん今日3本目、84号、ど真ん中へ来た変化球、今度はバットのちょい先端ながらも打球はレフトスタンドへ消えていきました。13点目がタイガースに入ります。そしてバッターボックス有安さん、初球高めのまっすぐ、空振り、ワンストライク。2球目、これもまっすぐ、ツーストライク。さあ有安さん追い込まれました。ここでシンカー、低め1球外します。これもシンカー、外れてツーエンドツー。さあ平行カウントからの1球はピッチャー返し、有安さん出ました、センター前ヒット、ツーアウト一塁。そしてバッターボックスは矢野さん、今日はデッドボールとフォアボール。初球は高めのストレートは見逃しました、ワンストライク。2球目、際どいところ外れてボール、シンカーも外れました。これでツーボールワンストライク。あー、これは矢野さん詰まらせた、ファーストゴロでスリーアウト。この回タイガースは2点追加、13対0としております。さあバッターボックスは谷繁さん、ドラゴンズはクリーンナップから、
三塁線ね、惜しくも入りませんでした。ファールボール、そしてカーブ、三振、ワンアウト。バッターボックスは福留さん。第1打席はチェンジアップを打ち損なってセカンドフライ。さあ今度はそのチェンジアップをライトへ、しかし浜ちゃんの余裕で掴みます。2アウト、2アウト、ランナーなし。バッターボックス、クルーズさん。詰まりました。クルーズさんはセカンドゴロ、3アウト。4回の表、ドラゴンズはクリーンアップ、三者凡退です。さあバッターボックスは井川さん。4回の裏のタイガースの攻撃、ここは井川さんに対して外側のストレート2球、2つとも外れてボール。3球目、高めのシンカー、これはファールになりました。一塁線切れました、ファール。ツーエンドツー、スライダー、アウトコース外れてボール、スリーツー。井川さん歩かせました。ピッチャーに対してフォアボール、ノーアウト一塁。今岡さんはヒットかけてセカンド送球、これはアウト、ファーストはセーフ、ダブルプレーとはなりません。ワンアウト一塁。バッターボックス赤星さん、初球高めの変化球打ちに行きまして、これはファール。あー、セカンドライナーダブルプレーとなってしまった。4回の裏のタイガースは無得点です。さあバッターボックスは6番の井上さん。井川さんまだね、今日は三振が少ないんですよね。初球空振り、インハイのチェンジアップ、インローまっすぐ、これは見逃しました。さあ追い込んでからのカーブを結構当ててくるんですよね。これは三振、ワンアウト。さあバッターボックスは関川さんです。初球アウトローへのカーブ、これは見逃してワンストライク。まあまあ絶好球やねんけどね高めまっすぐ、空振り、ツーストライク。さあ関川さん追い込んで、今度はボールになるカーブを、三振、2者連続ツーアウト。そしてバッターボックスは8番の渡辺さん。高めのチェンジアップ見逃しました、ワンストライク。2球目インコース見逃した、ツーストライク。さあ追い込みました。アウトローのまっすぐを打ち上げてセンター、これは越さん余裕で追いつきます。イージーフライで3アウト。5回の表のドラゴンズは三者凡退です。さあここでショートさんは交代、4人目紀藤さんが出てまいりました。39試合目の登板、1勝1セーブですけども防御率は 14.24 の紀藤さんです。今日は3安打猛打賞の猫ちゃんから。初球打ち、左中間へ、これはいった、175号。大好きなスライダーが初球に来ました。打球は左中間スタンドへ。猫ちゃんのホームラン14点目。そしてバッターボックス浜ちゃん、今日は2ホーマー。初球のカーブはワンバウンド、
2球目フォーク、これも外れました。スライダー、これも外れて3ボール。ああ、浜ちゃんフォークを引っ掛けた。ショートゴロでワンアウト。さあ、バッターボックスは広沢さん、先ほどはセカンドゴロ併殺だ。ああ、これもいい値ですけどサードライナー、ツーアウト。そして驚異的な今日は3ホーマーの金本さん、レフトへ流す。金本さんなんと今日4本目、85号。今度も変化球をレフトへ流しました。低い弾道でポールギアの通路へ持っていきました。タイガースに15点目が入ります。バッターボックスアリアさん、初球のストレートはインロー低め外れました。あ、アリアさんバットの先端、しかし打球は伸びる。あ、センター関川さんよく取りました。スリーアウト。5回の裏のタイガースは2本のソロホームラン、2点追加、15対0です。さあ、バッターボックスは紀藤さん、ピッチャーに代打を送りません。2球目インハイまっすぐ、これは見逃した。アウトローのまっすぐ、今度は決まってツーストライク。さあ、追い込みました。ここでカーブ、空振り三振、5つ目を奪ってワンアウト。トップに戻って井端さん、初球のカーブ引っ掛ける。あ、アリアさん取れない。井端さんレフト前ヒット、ワンアウト一塁。アルクさん、さあここで送りバントの構えをしてまいりました。15点差ですけど本当に送るんでしょうか。2球目、これは打ち上げた、バッサー失敗、ツーアウト。3番谷重さんです。初球打ち、あ、これはセンターへの打球が抜けていった。谷重さんヒット、ツーアウト一塁二塁で福留さん、さあ4番の仕事するのか。初球打ち詰まった、ショートゴロスリーアウト。ドラゴンズこの回、この試合初の得点圏のランナーでしたけども生かせません、無得点です。さあ、バットボックスは矢野さん、今日はノーヒットでしたけども、ここはファーストへの内野安打、ノーアウト一塁。バッターボックスはピッチャーの井川さんですけど、これは初球打ち上げた、ショートフライ、ワンアウト。トップに戻って今岡さん、一二塁間破ります。今岡さんライト前ヒット。そして赤星さん、先ほどはいい当たりのセカンドライナー、ダブルプレーとなってしまいましたが、さ、ここは初球打ち、三塁線切れてしまいました。ファウルボール。2球目ストレート、空振り、ツーストライク。三遊間抜けた、レフト前ヒット、ワンアウト満塁で猫ちゃん、先ほどはホームラン。初球はインハイまっすぐは見逃しました。2球目スライダー外れた、ワンボールワンストライク。インハイデッドボール、押し出しとなりますが、猫ちゃん、あ、大丈夫。さあ、ここで紀藤さん交代、ピッチャー変わります。落合英二さん、33試合目の登板、1敗2セーブ、防御率は 6.28 です。さあ、バッターボックスは浜ちゃん、
初球打ちスライダー、これは打ち損じた、ファールボール。2球目まっすぐはアウトロー、外れます。ワンボールワンストライク。3球目真ん中に来たストレート、空振り。ワンボールツーストライク。一塁線、これは切れました、惜しくも切れた、ファールボール。インローフォーク外れて2エンド2。インハイのまっすぐボール球を空振り三振、2アウト。さあバッターボックスは広沢さんです。初球真ん中へのストレートを空振り、ワンストライク。インコースへのフォーク外れてボール、ワンエンドワン。アウトローまっすぐ見逃してツーストライク。広沢さん三振、スリーアウト。さあこの回はタイガース満塁まで持っていきましたけども1点止まり、16対0です。さあ井川さんはもちろんマウンドに、7回もマウンドに立ちます。バッターボックスはクルーズさん。初球変化球を空振り、ワンストライク。2球目高めのストレート、空振り、ツーストライク。さあ追い込みました。カーブを三振、ワンアウト。さあ今日は2三振の井上さんです。インローのまっすぐ外れた。高めのまっすぐ見逃してツーストライク。さあこれで井上さんを追い込んだ。今日はカーブで結構カロリーが取れている。これは引っ掛けた、セカンドゴロでツーアウト。バッターボックスは関川さん。まっすぐを空振り、ツーストライク、追い込みました。インローまっすぐ見逃し三振、スリーアウト。ラッキーセブンドラゴンズは三者凡退でした。そしてバッターボックスは今日4本のホームラン、金本さん。初球打ち、あーサード取れない、記録はヒット、ノーアウト一塁。そしてバッターボックスはアリアさん。初球のフォークボールは見逃してワンボール。2球目インローへのまっすぐ、これは見逃してストライク、ワンエンドワン。3球目フォークボール空振り。さあアリアスさんはもうワンボールツーストライクと追い込まれました。ここでカーブ外れてボール。さあしきりに金本さんの足を警戒している。センターの横抜けた。さあ金本さん三塁を回る、有安さんのツーベース、17点目。バッターボックス矢野さん、先ほどショートへの内野安打。初球はアウトローまっすぐを空振り。2球目のフォークはこれを外してきました、ワインドワン。3球目フォークを空振り、ワンボールツーストライク、追い込まれた。矢野さんは空振り三振、ツーアウト、あ、失礼、ワンアウト二塁。井川さんはスライダー打ち上げて、これは
レフトフライ2アウト、トップに戻って今岡さん、カウンター1エンド1、ああ セカンドの横抜けていきます、打今岡さんライト前ヒットタイムリー、18点目。さあここで赤星さんですけども、檜山さん行きましょう。初球は真ん中低めのストレート、空振りでワンストライク、2球目はインローフォーク外れました。これはボテボテの当たり、あー球判定はファール、シュートを打ち上げてこれはセンターの前落ちたヒット、あーこれは今岡さん三塁でタッチアウト、ラッキーセブンタイガースは2点追加、18対0です。さあ守備位置だけちょっと変えておきましょう、ハマちゃんセンターね。さあ井川さんはミスター関東、もちろん8回もマウンドに立ちます。詰まった当たりショートゴロでワンアウト。さあ落合英二さんには代打、藤立さん右バッターですね。初球空振りしました。真ん中低めのカーブを見逃します。2ストライク追い込んだ。アウトロームのまっすぐで空振り三振、8つ目奪って2アウト、トップに戻って井端さん。初球のバント、さあ有安さんの送球は間に合いません、セーフティーバント成功、2アウト1塁。荒木さん初球打ち、これは引っ張りました、レフト前ヒット、2アウトからの2連打でタニシゲさん初球打ち、これは完全にバットの先端、ファーストゴロ3アウト。8回の表ドラゴンズ2人のランナー行かせません、この回も無得点です。さあそしてドラゴンズピッチャーの方はギャラードさんを持ってまいりました。今シーズン29試合目の登板、1勝1敗14セーブ、防御率は 2.38 です。バッターボックスは猫ちゃん、先ほどはデッドボール、初球カーブ、これは低め外れました。2球目またカーブ、これも低め、完全に詰まらせた猫ちゃんはファーストゴロに倒れます、ワンアウト。バッターボックスは浜ちゃん、初球はチェンジアップ、タイミング合いませんでした、カロリーアウトローストレート、これは一塁側スタンドでファールボール。さあ2球で追い込まれた、インローのまっすぐ、これはこれもファール、
チェンジアップ詰まらせましたが、これはサードの横を抜けていくレフトへのヒット。さあそしてバッターボックスにフローホルサーは3、初球カットボール、これはインコース外れました。ストレート、これは一塁がファルボール、ワインドワン、これはファーストライナー3アウト、戻りきれませんでした。8回の裏タイガースは無得点です。さあバッターボックスは4番の福留さんです。初球打ち詰まったあたり、ショートゴロでワンアウト。バッターボックスはグルーズさん、先ほどの打席は三振。真ん中高め、猫ちゃん追いついてファーストへ送球、アウト、間に合いました、ツーアウト。ツーアウトランナーなし、バッターボックスは井上さん。アウトコースへのまっすぐ、空振り、ツーストライク、追い込みました。さあウィニングショットとなるか、三振、ゲームセット。今日はタイガース18対0の快勝となりました。井川さん完封勝利。タイガースはホームラン、金本さん驚異の4発、計8発花火が上がりました。金本さん5の5やもんね。広沢さんがね、そうライナー性とかね、結構いい当たりもあったんですけどね、ちょっとホームランとはならんかったね。まあまあヒットは1本出たから良かったですけどね。矢野さんも内野安打か。で、有谷さんがね、一発打ってくれましてね。で、井川さんは今日は9奪三振ですね、被安打6でね。有谷さんもあと2本で50本というところですね。井川さん見事20勝達成、川崎さん4敗目という結果でした。はい、ということで、カードが終わりましたんで戦績ですね、ちょうど100試合が終わりました。さあ誰が、小笠原さんだ、ふくらはぎあるかね。で清原さんが、おー10日以上の怪我、これでラミちゃん、あラミちゃんじゃないわ、誰だ、戻ってくるんじゃないかな、ジャイアンツペタちゃんか。スワローズとドラゴンズの差は 2.5 ゲームとなりました。ジャイアンツは4位のカープと 4.5 ゲーム差で、5ゲーム離されてベイスターズ、ベイスターズは単独最下位の可能性が出てきましたね。はい、得点が1991得点で、失点64、チーム本塁打743本、盗塁200飛んで9、打率5割1分6厘の防御率 0.63 ですね。対戦成績はこんな感じです。あでもドラゴンズね、タイガース以外は全チーム勝ち越してんのよね。でスワローズは逆にカーブをお得意さんにしてるせいで単独2位というところか。カープは逆にね、ベイスターズを完全に15勝4敗でね、お得意様にしてますもんね。ジャイアンツはカープ、そのカープとはね、まあベイスターズはともかくとして、カープに1本勝ち越してるからっていうところか。はい、打率、ホームラン。で、打点、試合、出塁率。で、ヒット、ツーベース。3ベース。で、三振。
吉野さんがトップ、フォアボール選んでるのは清水さん、三振も2位やけどフォアボールも一応選んでるのよね。ちなみにまあまあやね、金本さん意外とフォアボール選んでないのよね。まあ、広沢さん打席少ないせいもあるんだけどね、打ち損じてるイメージがあるのか。はい、でリーダー犠牲フライ浜ちゃんで、盗塁は小石さんと猫ちゃん99ずつですね。失策突破なんと名手と言われてるキムタクさんで、カジさんがまた規定投球回外れましたので、ボグイストッパーム川さんで、勝ち星は井川さんで、ヤブさんと村さんが19勝、負けは三浦さん、桑田さん抜かれ抜いてトップに出ましたね。でセーブウィリアムさんが38セーブ、まあ50セーブはギリいけるかいけんかやね。あと40試合やからね、3試合に1回ぐらいの登板でいけばいい、プラスアルファやね。で登板投球回で完投、17試合目の完投やね。で被安打奪三振、19か、上原さんとはね。まあ休まんかったら取れそうですね。で非本塁打失点自責点となっております。さあタイガースは、冒頭でも言いましたように明日からロードですね。で神宮で、みんな大好き市民球場で、これは札幌ドームでの2連戦、まあまあ広いのよね。で東京ドームで、ここは大阪ドームを借りて、またハマスタとで、ここで甲子園が高校野球が終わって8月の26日に甲子園に帰ってきます。まあ、とりあえず次からのね、神宮ですよね。はい、というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。